皆さん、こんにちは。レックで、えー、会計学全般の講義を担当しております、富、え、田、ー、でございます。えー、本日はですねあの、緊急事態宣言を受けてということで、まあ、今ですね、えー、日照記検定、えー、それから税理士、えー、私の方で講座を担当させていただいております会計科目ですね。まあ、さらに申し上げれば、小計士さん さまざまなあ会計系の資格こちらを目指してですね勉強されてる皆さん方あのーまあ、昨今ね皆さんを取り巻く状況というのが非常にまあ厳しい状況になっていて、まあ、おそらくですね、あのー、勉強に対するモチベーションというものも、まあ、維持するのが非常に難しいような状況になってるんではないかというふうに思います。で実際ににででですすねね私どももの1個の方にもです、ねまあ、様々な形で えー、ご質問お問い合わせ、えー、いただいてるような状況がありますんで、まあ、まずですね、えー、その営業的な側面等々はあ私の方でどうこうということではないんですがあー直近、えー、試験等を控えておられる受験生さんにですね、えー、一旦メッセージということで、えー、お時間10分程度。 頂戴いたしましてですねあ、これ、あのー、私どもレックの場合はですね、えー、まあ、も司法試験の学校だというところもありますんで、えー、他の試験手、まあ、司法試験もそう、司法書士もそう、便利児もそうですね、えー、各講座の収録講義担当が、あこういったコメントを出させていただいていると。 いいう状況でもございますしで、えー、にですね、まあ、あ中止延期が決定した資格種もありますがあ今のところ会計系の試験に関しましてはあの試験自体のね、えー、中止ということはまだ打ち出しはしていません、えー、直近の部分で言えば、まあ、公認会さ算の担当式が5月にございます、えー、でその後すぐにですね、まあ、日照物検定ございます 8月にはですね、えー、皆さんご承知の通り、えー、税理試験もございますし、まあ、公認会議室、えー、二次論文もあるというような状況になっておりますが、まあ、いずれの試験書に関しましても、ですね、現時点において実施主体の方では、試験は実施ですという前提で、まああ、アナウンスがされております。えー、本日、こちら収録したさせていただいている時点では、ねえー、今日の時点では、まあ、4月の16日ですけども、 お現時点ではあ中止等の情報は上がってきてないと、まあ、いうところになるんですけども、まあ、私の方で担当させていただいてる講義が、まあ、日商簿記検定それから税理士の会計科目というところになりますんで、えー、ある程度そちらにね、まあ、特化をしながら少しお話をさせていただこうと思うんですが、まあ、当面の問題といいますか、まあ、課題としてはですね、えー、非常に最近 私どもレッコの方にもですねお問い合わせ等が増えているのがやはり日照牧検定になります。でこの日照牧検定、まあ、3級2級1級という形でね、まあ、いろいろなレベルの試験の受験を想定されて皆さんご準備をされているというところになると思うんですがまずあの受験手続きに関してなんですけどもねすでに受験申し込み自体は完了したという方々もおいでになるかと思うんですが、まあ、今まさにですね 首都圏の商工会議所、まあ、基本的に検定試験は各地を管轄する各地域を管轄する商工会議所単位で試験実施になりますんでまあほとんどの商工会議所さんがですねあの中止を打ち出しておりますまあ要はあ受験される方々にですね安全な受験環境を提供することが困難であるとねえー、まあ要は会場が狭いってことなんでしょうねで会場が狭いので、えー、そこにですねまあパンパンに 受験生さんを入れて、えー、試験をやるという状況は当然のことながら普通に考えればそれはもうとてもじゃないけど今現在できないですからね、えー、まあ、そういったことを考えて、えー、各市商工会議所は中止独立でね、えー、独自の判断で中止ということを打ち出しておりますまあ、一番大きな受験者を抱える東京横浜商工会議所の方でですね早々と 中止を打ち出してしまった結果、まあ、首都圏在住の受験生さんは、あまあ、結構それで混乱された方もいらっしゃると思います。で、今現在でいうと、神奈川県の商工会議所、県内の商工会議所はもう全滅です。えーまあやらないというところですし、まあ、比較的あの余裕があった千葉県もですね、あの次々ともう中止を打ち出しております。まあ、埼玉も中止が多い。ね。だ 残ってる商工会議所とあと八王子しかないんで、まあ、八王子ももともと受験者少ないですよ想定される定員がねそうすると、まあ、多くの受験生さんがあ受験手続きをお取りになりたくても取れないと、まあ、いうような状況が生まれてくるのではないかと思われますし、えー、実際に私どもの方にもそういった形でのお問い合わせというかご質問を頂い,いてますあの受けられないとどこで受ければいいんだと。 おいうご質問もいただいておりますがまあ,あこればっかりはですね私どもも,もここだったら平気だっていうことを申し上げることはなかなか難しい状況です。あの今現在はあ受験手続きは取りますとお言っている商工会議所もあの今後の動向を考えるとですねあの追って中止というんですかねやはりできませんというふうに転嫁する可能性は多分にあると思います。 で多分にあると思うんで、まあ、基本的にもうその東京千葉神奈川埼玉あたりはもうほぼ厳しい、えー、というのは実情ですで中にはねやはりあ,のある程度離れたところでもう仕方がないから受験するという方もいらっしゃるかもしれませんまあ,あ現実問題としてはですねあのやはりそういった地方への遠征というのはですねお控えいただくというのが基本なんだとは思いますが まあ、いかんせんやはりこれはもう人生おかけになられてる方々はおいでになるんで私もやめなさいというふうに言うことは正直できませんがもう何にしたって西尾さんの方で全然まだねあの情報を出しておりませんし「えー、やりますよ」の一辺倒で、うん、首都圏の受験者どうすんのかっていうことをですね、まあ、できることなら歌ってほしいんですが、まあ、そういったところはやはりまあ責任回なのか何なのか分かんないですけど何も言わないんでね。 まあ、今現在の大阪などは比較的多くの商工会議所が手続きを取っていく前提のようですけど多分大阪も同じになると思いますよ東京がこうなんですからあ感染者の数で言ったらね規模は相当違いますけども大阪もかなり増えてますんでね、まあ、一般論で言うとなかなか大阪府内も厳しい状況になってくるんじゃないかと思うんですがあ今現在のところではあやはり 試験は実施すするという前提になっております、えー、4月6日に、えー、西尾さんのホームページの方でですね方針打ち出された後はん何にも出ません。な、えー、らその受験箇所がね選定できない人たちをどうするのかっていうことを全く歌わないんで、まあ、多分な,な何にも言わないでそのまま試験行きそうな気が僕はするんですけどやるとしたってね。えー、まあ いろんな事情はあるのかもしれませんかもしれませんがやっぱりちょっとそこら辺はねなんとかあご判断いただきたいというふうに僕も思うんですがちょっとここは何とも言えないところがあります。でまずその受験手続きに関しては、まあ、現状ね、えー、今のこのコロナがですね、えー、ある程度落ち着くと収束していくという前提で、まあ、手続きが進んでる以上ですねやはり受験手続き自体はお取りをいただくことになると思います。 ただもう正直言ってちょっと非現実的にはなってるけどもまあやはりですね試験が中止になってしまったあー首都圏の受験生さんはもうこれはどうしたってあのその郊外の受験地に行くしかないですからねうーんまあ本来は望ましくないんでしょうけども6月の段階では収束、まあ、とまではい、当然なりませんけどもおある程度落ち着いてるということを想定してですね えー、受験手続きをやはり取るしかないいと思いま,す、えー、まあそこはもう皆さん方の本当にご判断に委ねるしか僕はないのでどうこうしろということはできないんですがただまあいずれにしても現時点においては試験はやるというふうに言っておりますんで、えー、受験者の方々におかれましてはですね今の段階でできることというのはまず受験可能な商工会議所 ご自分のねご都合を考えて見つけていただいて受験手続きをそれはもう取っていただくしかないですよあのそういうスタンスなんですからあ中止をしたらしっぱなしっていう話ですからね、えー、どうしてもやはり6月の段階で取らなきゃいけないっていう人たちはもうそうするしかないでしょ。 だってそうしろってことななんじゃないですか,あだかその点も含めて何もアナウンスがないんで、えー、非常にまあ僕らもね何とも言えないところになるんですけど、まあ、そうなるしかないですよねきっと。だその前提でまず手続きできるところを探していただいた上でですねあの受験勉強、まあ、こういった時期で、まあ、皆さん方おそらくまあ学校の授業がまるまる止まってたりねお仕事自体もまあ非常にねあの在宅勤務に切り替わったり。 もしくは、まあ在宅勤務云々というよりもね、あのお仕事自体がなくなってしまったという方も中にはおいでになると思います。えー、非常にまあ厳しい状況であるがゆえ、えー、今勉強に打ち込んどかさいっていうのはね、言うのは簡単だけどやるのが非常に大変なんですが、ただね、まあ皆さん諸々の事情をお抱えになられているとは思うんだけども、まず今の段階で受験勉強というものを継続してできる方々。 ね、そういう環境の方々はやはりここはですね、えー、災い転じて福となすではないですけどもある程度受験勉強というものに時間を割くことができるような状態になってるはずですからあそういう方多いはずなんでねそういう方はもう積極的に、ねえー、やはり受験があるものという前提でご用意はいただきたい。 特に日照簿記受験の方々はもう時間があまりありませんのでね、えー、この期間普段だったらばなかなかね免許に割く時間も制約があったところがある程度取りやすいという状況がもしあるならねですかもう本当にこれはお一人一人の状況によって違うんで何とも言えないんですけどもそういう状況の方々は是非ですね、えー、あくまでも試験が行われている前提でやはり準備はしていただきたいと思うんです。もうそこは実施主体の方でね こうしますこうしますっていうことを早めに言ってくんないともうどうにもならないんでえやはり受験者の側としてはあるものだという前提でご用意いただくしかそこはありませんえーそこはねもう仕方がのないことなのでその前提でやはり準備は進めていただきたいしで税理試験も当然のことながら今現在ではやる前提ですえまあこちらの区にしてはまだ8月中旬というところでもありますんでね えー、試験は実施されるという前提で動いております、えー、そうなるとやはり税理士の受験生さんは当然のことながらあー受験に向けて準備を変わらずやっていただかないといけませんねそうだなまあ今のお話と重複しますけどもね、えー、やっぱり気持ち的にいろんな不安を抱えながらあそれでも勉強しなさいっていうのは正直でかなり厳しいのは間違いないですあのー、それはもう僕も分かります あの本当はね勉強に集中せできる、えー、それに専念できるという状況が作れれば一番いいのかもしれませんけどもやはり皆さん方いろんなあ形で不安もお抱えになられてるとは思うので、まあ、その中で勉強に集中するっていうのは正直なかなか厳しいと思うんですよ。ね、厳しいとは思うけどただねやっぱり、えー、試験自体が行われるという前提で動いてる以上はそれに向けて 今できることとして受験対策をしっかり進めるということはやっぱり継続してやっていくしかないだろうしあのー、ここでねしっかり試験を受けられて一つ形を残せる状態を作るっていうことはやはりこの先見据えた時に皆さんにとっては間違いなくプラスになることでございます。まあこれも無責任に適当なことを言うつもりは毛頭ないですがねええー、昨今いろんなところでいろんな情報が出てますからあなかなかね 皆さん方も混乱されるところもあると思うし僕もねあのいろんな情報でいや歩きすぎて何を見ればいいのかっていうふうに正直混乱するところもあるんですがただまあ間違いなく言えることこれは多くの指揮者の方々もおっしゃってますが今の日本は間違いなくねこれはもう強硬状態です。これから先、まあ、9月という人もいれば10月という人もいますが間違いなく、えー、この国の経済は悪くなります。 でそうなった時にですねまあ嫌な話ですけどもお職を失う方々、絶対出ますで強慌状態というのは根本的にねですかあものの本によればですけどもお通常の景気後退とは全く次元が違う、えー、多くの方々が仕事を失い、ねえー、寝るところを失い、ねえー、食べることも困難になる。 こういう状態が強行状態で、まあ、今の日本はその強行状態に入ったというふうに、多くの指揮者の方々はおっしゃってます。まあ、現にアメリカの方ではね、一週間で六百万人も、失業保険の強申請が二週間続けて生じてるとか。あります。まあ、日本とアメリカ社会経済の仕組みが違いますんでね。単純に比較することはできません。ただ、あの、金が回らなければ、会社という組織が回らないというのは間違いない。 それは個人事業主も同じですけど僕らのようなね、えー、それはもう間違いないんで、えー、アメリカと日本を比較した時日本の方がの金回りがいいという状況は全くないわけですよ。そうでしょまあ皆さんもご承知の通りですねアメリカのこのお景気後退局面強行が始まる以前は好景気でしたあ。対して日本はですね、えー、昨年10月の消費増税以降 お12月11月10月のお国内 GDP 年率換算で7%を超えるマイナスですすなわちもう不景気に入ってたんですねでその上で今回のこれですからで今までもまあ僕もね、えー、無,駄無駄に長く生きてんでバブル崩壊などもね社会人としてという形ではないけどもまあ見てはきた明らかに違う、えー、これからもっともっと悪くなりますそれは間違いない でそうなった時にやはりですね日々自分のスキルを向上させるようにコツ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 努力をしてきた人は報われる可能性は高いそはそうです、えー、今までのようにですねその中で自己検査を図っていただいた方々自分の能力を高めていただいた方々とそうじゃない方々を比較した時に当然のことながら。 ああ職を得る可能性はどちらが高いですかと言えばですね当然のことながらコツ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 努力をしていただいた方の方の方がその結果に繋がりやすい可能性は当然あるわけです資格を取ったから絶対大丈夫だなってことは僕は言いません世の中何があるかわかんないしでましては教皇のことなんか僕は分かりませんねええー、生まれたこの方一回も経験したことない世の中大多数の人はそうじゃないですかでもその状態に入ったというふうに言われている ね。でもそういう状況下においても僕らがまず今できることっていうのはコツ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 自分の努力を高める、えー、自分の能力を高めるような努力できることをやっていくしかないわけですよだそうなると試験の実施主体自体がね今は試験をやりますというふうに言ってるわけですからあー皆さん方はそれに向けてね、えー、せっかくご用意をいただいてたわけで なかなか気持ちを切り替えて頑張ってくださいというのはね言うのはた簡単ですけどやる側は非常に大変だとは思います。思いますけども今あ一番ね皆さん方ができる、えー、将来につながるような自分を成長させるような努力というのはまさにこの受験勉強だと思うので、まあ、ここはね、えー、そういった将来への不安を払拭する一つのツールになるんだということをね まあそこは信じていただいて、えー、コツ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 努力というものをね続けていただくしかないというふうに僕は思うし、えー、それはやっていただくだけの価値はあると僕は思います。で今後もですねあのー、その日照簿記検定であったりとか税理試験、えー、試験実施に関してさまざまな状況変化が生じれば随時、えー、こういったあ動画などを通じてですね、えー、皆さん方に情報発信はしていくようにいたします。 まあ本当に不安な中あ勉強していくのも大変だとは思うんだけどもね、えー、ここは繰り返しになりますけどもお皆さん方が今あ自己研査ん、ねえー、のためにですね勉強を始めていただいた簿記会計というものをしっかりと形に残せるように努力をしていくということがやはり一つね、えー、先につながることにもなると思うので是非ね、えー、前向きに そこは捉えていただいて、ね、いろんな話はあると思いますよ。ね、まあ,あ、もしかしたら試験自体が中心になるんじゃないかなっていう不安もあるかもしれない。不安もあるかもしれないけど、それがい確定的なものになってないにもかかわらず、やはり走るのをやめてしまうっていうのは、それはリスクが高すぎるでしょ。当然のことながら、もう試験の実施主体がやると言ってる以上は、それに向けて準備をしていきましょう。そして、えー、確実に成果を残すことができればね。 きっと皆さんの自信にもつながるし間違いなく一つの形残すことができるぐらい能力向上が図れたということですからそれは今後の皆さんのお,お仕事の上でもきっと役に立つはずなんでねぜひそこは前向きにね捉えていただいて勉強の方頑張っていただきたいと思いますしそして何よりもまずは皆さんあの勉強を頑張っていただくことが極めて重要ではありますがご自分の健康管理です。ね あの神経質なぐらいもう神経質だなと思うぐらいですねやはりあの罹患ししないいように日々の生活注意をしてください、ねえー、僕なんか普段がねわりかしズボラな人間なんですけどもあのそれでも今はもう細心の注意を払ってますどうしてもこういった講義などはねスタジオに来て取らなきゃいけないっていうのもあるんで移動手段であったりとか、まあ、あとはもう本当に僕移動するつど手,手足じゃないや手,手の消毒はずっとしてますからね持ち歩いて。 でまあ、基本収録の時は外しますけどもマスクなんか取らないですからタバコ吸う時以外、ね、<laughs> やめろやめろって言われるんですけどもうやめらんないんでそこはしょうがないんですがあの本、ー、当それぐらい僕でも気ぃ使ってる、ね、もう皆さんも今もねもうしっかりやっていただいてるとは思うんだけども本当にあに、のー、健康管理だけは留意をしていただいてね、えー、ぜひ前向きに、えー、まずは試験はあるものだという前提でねご用意をいただきたいと。 いいうふうふに思いますで繰り返しになりますがあの今後もですね状況の変化大きな状況の変化が生じる都度随時皆さん方にはね各種のツールを使ってですね情報伝達ができるようにしていきますんでね、えー、ぜひぜひ今はね大変な時期ではあるけども勉強をねしっかりとやりきれるようにまあ極力頑張ってね、えー、試験日に向けて ご用意いいたただきたいというふうに思いいますということでまあ簡単ではございますがあー今日はねとりあえず授業なんかもライブが止まったりいろんな影響が出てるところでね少し遅ればせながらというところではあるんですが皆さん方にー現状においての であの勉強をやっていただいている過程であの今でもありますけどもねあの疑問点等々当然出てくるでしょうから、まあ、そういった部分についてはどん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 質問制度なんか活用していただいて疑問点解消を図りながらあー勉強を進めていただければいいと思うし、えー、具体的な勉強の内容以外でもねやっぱり勉強やってる過程で特にこういう状況になるとやっぱ不安を感じるところもあると思うんでね、まあ、そういったところについては お電話等いいただいてね、うちのスタッフにご相談いただくなり何なりしていただくこともできますんでね是非是非そういったものをご活用いただきながらね ねえー、前向きにね、勉強を進めていただければと思います。はい、以上で、えー、本日の皆さんへのメッセージ動画あ、おしまいとさせていただきます、えー。20分程度お付き合いいただきまして、ありがとうございました。繰り返しますが、随時情報開示、ね、大きな変更があればしていきますんで、ぜひですね、えー、ホームページ、ないしは僕も Twitter やってますんで、そちらの方もご確認いただければと思います。以上になります。ありがとうございました。